じゃあそのね、誰だったのかって続きが本当に師匠誰がふさわしいのか考えた時に菅さんの名前もどうしても出てくるわな。じゃあお前古谷先生はどうなんだって言われるの。うん、古谷先生はワイルドカードって言ったのにそうかずるいやろ。どういうことかって言ったら、その誰の世紀になっても古谷先生が最高実力者、まあ古谷すが大体2回、この3人とプラス麻生、この4人で動かしてると考えても過言ではない。トップ4は今の4人でもな、すごい4人やけど、ましてやその麻生は総理もやってるし、今副総理もあるし、うちの親戚やっていうのも置いといて、それって全員じゃ親戚ですよ、人間以外も。やろね、じゃあ菅不良のコンビとか、まあ、それその4人で全部支配しろってでも古いね、その4人古い4人で支配してもしゃあない。実はね、なんだかって支配、まあ、支配はいいとして、その4人で閣僚やってもしゃあないね。実は閣僚せんでええねん、もう閣僚級やから、あっきり総理級やん、全員全員総理大臣級やけど、じゃあこの総理大臣級順番にああおうなそんな遊びとちゃうねんから政治ってな。そのようにはずーっと自民党のこの子が出てくる。で俺もビクサーとキングメーカーのようにあれを買ってきた。でそこにその候補に上がったのが石破、岸田、河野の2人と、まああとはモテギなど、やべえな。モテギさんはちょっと軽いかな、体重が。体重とフットワーク。それが軽い。出生にフットワーク軽い人って初めてでもないのかな。面白そうやけど、でも、あれは竹下さんへの配慮っていう部分も大きいんだよ。実は。でも、国際社会で今、めっちゃ顔売れてるんじゃん、モテギさんは。あいつは速いぞってびっくりされてるんじゃん。なんだよあのスピードって。なんでよ、いつだった ?30 代から絶対生まれてんだよ。茂木さんはこみえるし。茂木くん、オフサイドに気をつけてみたいな。中山くん、むしろあれやろ、なんかラグビーっぽいやろ、というか、ドイツフォワードみたいな。中山くんは。じゃあサッカーで組ませたらいいやって、そういうも同じようなんやろ。うちもそのピッチにおらんしな。うちがその政治家にならへんの、なった時は絶対大臣まで行っちゃうやろ。その時にその天皇がうちにひざまずかなあかんやんか、お前だありえへんやろ。だから無理やねんな。うちだから政治家にならない、大臣にならないやん。そういうこと、政治家っていうか政治関係者であるよ。でも大義士には絶対ならない。なれへん。なんで天皇に悪いの。天皇が膝もくずかなかった。それだけは絶対やねん。悪いけど。な。で結局、だから天皇、今の天皇じゃなくて、上皇がまだ皇太子の時代な。秋糸上皇が秋糸皇太子の時にな。会ったことあるよ。服部緑地公園のかな。やったかな。その時のうち別にお辞儀なんかせんかった。そんなもんやねん。向こうがつく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 ってこっち向けて歩いてきて、そあれがお辻君だなってつかつかつかってきた。で握手パッとしたから、でいいんですかって聞いて MP、 あいいよって言って MP が言うから握手して返した。な、謎やろそれでお勉強は楽しいですか、秋井と皇太子が当時おっしゃって、でうちがめっちゃ長いこと考えた。なんでと思う。お前のために勉強なんかしてんのちゃうわと思ったから自分のためでもないよ。そんなもんやねん、お辻のメンタルってしゃあないやろ。みんな中が大事無理やねん。でそれはまあ置いといて、こんなが大事、こんなが大事やと面白そうやろ。な、当たりも強いし、弱いの実は言うたらさっき。
な、それよりも、じゃあ、どれごと、あ、じゃあ、似たタイプだ、小池はどうだ、似てへん、似た、ああ、向こうも似てへん、似た。やんちゃ寿司やん、どっちかって何やそれ、何それやんちゃ寿司って何のことやんちゃ寿司正規小池栄子ありやろ、でもな、なんかうち小池を中止するの次の総理いきなり変わってめっちゃ面白いと思うけどな野田より面白いやろ、野田言うといろいろあるけど野田秀樹ちゃうでさやりまくりさんすけどもないで、なんとか生瀬でもない、長瀬でもないよって、長瀬通りの生瀬勝久長瀬通りあの東大阪にあるの長瀬、なんかあっちにもあるの、こっちにもあるけど似たちに多いの、こっちたちそら同じ民族が移動したからそうなんだよさて、じゃあ、誰がいいんだか分からへんの、そら。でも、今言った人たちに誰でもいいんちゃうそんなもんや、うちかって。な、実はな。ただ、石破さんと今日今言ったような、さっき言ったような、すっごい重たい問題があるぞ。あとの人は、そこまで重たい問題はないぞ。石破さんほど重たい問題はないぞ。そのミスター重たい問題、石破茂。これ面白そうやなと思っちゃうやろ。そう思っちゃうね。彼自身が重たい問題なのか、それとも彼が抱えているものが重たい問題なのか、それとも彼が解決しなければならない課題が重たい問題なのか。君たち、石破茂にかけるかい？石破茂にかけるかい？考えてみたまえ。一生懸命全力で石破という問題を考えたまえ。絶対に考えたまえ。約束してくれたまえ。